日本関東地方神奈川県川崎市川崎区、小川町小川町は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されておらず、町名は設けられていない。面積は10百6121.39平方メートル。郵便番号は210の0023。00 2020年12月31日現在の住民基本台帳に記載されている人口は2261人である。川崎区の北西部、川崎駅東口の駅前広場南方に位置し、南西北西は県道川崎町田線及び京浜急行の高架橋を挟んで日清町、北東は県道大木町川崎停車場線を挟んで砂後2丁目、南西は 南町に隣接する。南町との境の道は、市電通りから新川通りへの一方通行で、道沿いにある銭湯から、聖の湯通りと呼ばれる。聖の湯通りに並行する小川町本通りは、かつての東海道で、新川通りと交わる小トロ橋の交差点名は、かつての新川堀にかかっていた水路の橋の名残である。京急線沿いに東京ガスの料理教室、 その裏手には1553年創建の京安寺がある。駅前広場に面する角には百貨店川崎最下屋があったが2015年に閉店し京急を挟んだ川崎日光ホテル内に小型のサテライト型店舗を開設した。旧川崎最下屋跡地には2019年に川崎ゼロゲートが開業した。その後廃部にはシネマコンプレックス、 チネチッタを中心とする複合施設、ラチッタデッタが広がる。私立小中学校に通う場合は、町内全域が川崎市立川崎小学校及び川崎市立川崎中学校の学区となる。川崎区内には大川町の町名があるが、埋め立て事業の功労者の一人の大川平三郎から取られた人命地名であり、成り立ちを意味する。 東海道の川崎塾には小トロ町、砂子町、荒宿町、久根崎町の4町が複雑に入り組んでおり、現在の小川町の町域は小トロ町の元木高地、及び古川通高地の各一部であったと推測される。現在の地根田通りから銀流街への通りは、1935年頃に埋め立てられるまで小玉川の支流の古川が流れていた。一帯は、 水はけの悪い土地であったが、排水路となる新川堀が1650年に改作された。小川町の地名ができたのは1924年6月で、当初は川崎町、同年7月には市政志向により川崎市の町名となる。1964年には区画整理が行われ、町域の一部を南町と砂後二丁目に編入するとともに、上並木、水目。 南町、古川通、砂後2丁目の各一部を小川町に編入した。1972年4月1日には、川崎市が政令指定都市に移行したことにより、川崎市川崎区小川町となる。この地がエンターテインメントの町となる始まりは1936年頃に、開館した映画館、川崎銀星座で、1939年までに、 川崎銀星座を含め6巻の映画館が誕生した。1945年の川崎大空襲で全館が消失したが、神奈川新聞によると1945年11月に川崎銀星座が再開したとある。1947年までに実演過月劇場、川崎オデオン座、川崎第一東方劇場、川崎大英劇場、 川崎映画劇場の六館が完成して、経営者のミスのせいから、映画街、ミスタウンと称するようになった。京急川崎駅方面へと流れていた旧古川の川筋は、銀栄街、銀流街、銀座街のアーケード商店街となり、発展を遂げる。1956年には、横須賀市から進出した百貨店、西貨屋が営業開始した。 1962年には大小合わせて16館の映画館が揃い、1965年にはボーリング場やスケートリンクを備えたスポーツセンターも開業した。1966年には国電川崎駅との間を隔てていた京浜急行の線路が連続立体交差事業により高架化され、回遊性が増す。1985年から再開発が行われ、 1987年に、シネマコンプレックス、チネチッタ。1988年にライブハウス、クラブチッタがオープン。2002年には、複合商業施設、ラチッタデッラが完成した。2003年から2006年にかけては、工業収入日本一を記録。2011年に、チネチッタ別館のチネグランデが閉館するまでは、総座席数3808席で、 日本一を誇った銀営会は新カードり沿いの商店街として存続したが2001年をもって商店街組合が解散した。西賀屋は2009年に事業再生 DR の一環として不動産を売却しリースバックで営業を続けたが売却先の地権者の意向で閉店することとなり2015年5月末で現在地での営業を終了した。 1997年に第1回が開催されたハロウィンイベント川崎ハロウィンは、会を追うごとに参加者が増え、川崎の秋の風物詩となった。例年10月最終週の土日に、ラッチッタデッラをメイン会場として、川崎駅周辺をパレードする。2019年はパレード参加者1850人、沿道には12万人の観客が訪れた。ありがとうございます。